原発の賠償金でものすごいお金持ちになった人がいて、福島のいわきでレクサスが日本一売れたっていうぐらい、ちょっと待ってください。16兆円、いわきがちょっと待ってって、はい、ね、あなたの話はそこまでは分かった。今16兆円って数字が出てきましたけれども、それは住民に対する保証として16兆円が使われたってことは間違いないんですか？16兆円のお金が原発事故の保証として住民の方々に16兆円のお金が使われたっていう、それはファクトなんですか？あなたの話し方には誤解を生むような言い方がある。16兆円ものお金をむさぼり食ったのが原発被災者のふりをした者たちのように聞こえる。それ事実じゃないでしょ。16兆円の一部が被災者の賠償として使われたっていうのが事実じゃないですか。なりわい訴訟に対して私は悪く言わないでいただきたい。はっきり言いますよ、お金で解決なんてできないんですよ。ふるさと奪われたんだから。